23ギル23さん、ありがとうございます。コラさん、いろいろな場合で無理しないでと言われますが、逆にコラさん無理をしないですることは何ですか。ありがとうございます。バチャット、女性関係じゃない。はい、女性関係です。うん、はい、そのぐらいかな。はい、ちょっと仕事とか全然やらないんだよ、ね、基本。あの、予約しただけですごいとかそういう次元の人なんで、もう同僚が言ってるから間違いないんじゃない。うん、俺もそう思うし。うん、すごいよ、逆にもう、うん、企画とかも全然考えてこないけど、普段テレビ局入って何したかったんだろうって思うもん。 YouTube ですら何もしないのに。はい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 、はい、この人は。はい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 。え、なんかそれ聞かれなかったの、テレビ局入って何したいみたいな。どう答えるんでしょう、ね。政治ってなんだ。では、ありがとうございます。まずは今そう言われてるっていう自分を今冷静に見てます。いや、でも本当にそう思う。んだ、分かった。え、何何何、もういや繰り返しな、やめて。出る側がやりたかったの。うん、うん、だ、そうだった。それ結局そうだった。そういうことに気づいたと思う、多分。それなのにテレビ局に、うん、だから間違ってたの。うん、うん、ハミンベンされずにめっちゃかっこよかった。ネタ抜きであの方と喧嘩したポンちゃんどう思うってことです。ありがとうございます。はい、それはありません。いや、悪いんじゃないですか。はいはい、ありがとうございます。いや、でもかっこよくなったんじゃない。うん、まあでもやっぱね、面接官は騙せないんじゃない。うん、え、なんで戻ったの。そこら辺の女は騙せると思うけど、何やっぱさすがだと思います、企業の方は。はい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 、見る力。はい、それがやっぱ内定ゼロにつながったのと。オッケーオッケーオッケー。何笑ってんのか自分で。おい、いや意味は分かんねえけど、やってることを汚れんだよマジで。何を洗ってんの、マジで。お母様は女性ではありません。帰ってくんな、この場は。日本をぶっ壊す。よろしくお願いします。うるせえ、やったー。